cross off the ones who heard my cries and watched me weep. どうもテルです。本日の動画はビューティフルディストネーションズさんが以前に使っていたテキストエフェクトについて解説させていただきます。で、この方法っていうのは前回のですね動画でご紹介させてもらった無料のサイトで、ダウンロードしたフォントになりますので、そのフォントのリンクもですねまた、概要欄の方に貼っておきます。で、今回のテキストエフェクトは具体的にどんな感じかっていうと、もうまさになんかこの筆書きで書いたようなエフェクトになります。なので、効果音とかも入れるとですねより一層リアルにこう筆で書いたようなイメージになるので、ぜひですね効果音の方も使ってみてください。そちらもですね概要欄の方に貼っておりますので、それではですね早速テキストエフェクトの方法を解説していきたいと思います。はい、それでは早速始めていきたいと思います。まずはじめにですねこのファイルをクリックして新規してレガシータイトルをクリックで OK ですね。でこの時に、50に、好きなテキストとフォントを使ってください。今回はテルと書いてみます。そして、こんな感じで、好きなやつを選んで、ちょっと今回は分かりやすくちょっとサイズ感を大きめに作りたいと思います。はい、ということでこの今作ったタイトルをクリックしてシーケンスに入れます。そしてですね次にここの新規項目をクリックして調整レイヤーを出します。そしてこの調整レイヤーをタイトルの上に載せます。はい、そして次にこのエフェクトをクリックしてブラッシュアニメーションと検索してください。で、ビデオエフェクト描画ブラッシュアニメーションがあるのでこちらを調整レイヤーに入れてください。そうするとですねエフェクトコントロールに行くとこのような感じでブラッシュアニメーションがあります。で、これをですね今ブラシのですねこのちょっとカラーっていうのがあるのでこちらをですねちょっとピンク何でもいいですね、ちょっと色を変えてやりたいと思います。ちょっとやりづらいので作業が。はい、で、このブラシのサイズがそうですね40ぐらいにしたいなと思います。ブラシのサイズを40、そしてブラシの硬さを 80% で、ストロークの長さこちらが5秒、そして、次にあるこちらがですね今 0.010 となっているのでこれを 0.001 にしてください。はい、 0.001。 はい、あとは特に大丈夫です。そしてですね次にこのブラシアニメーションっていうのをクリックして、そしてブラシの位置このアニメーションをオンにしてください。そしてこの時に、ですねこちらが今0秒のところに一番前に持ってくだ来てください。そしてあとはこのブラシアニメーションもう一度クリックして、この十字架が出ていると思うんですけどこちらをクリックして、これとりあえずこの外にですねこのテキストの外側に置いてください。そして次にこちらの1フレーム先へ進むをクリックします。そこでようやくこのテキストの上にこれを載せるわけです。でどういうことかっていうと1フレームごとに、このテキストをなぞっていくような感じになります。そうすることによって全て完成した時になぞっていくような映像になります。ではですねやっていきます。こんな感じでチェックが入っているのを確認しておいてください。そして、次また1フレーム先へ進むと、ほんでちょっとずつでいいのでこんな感じですかね。そしてまた1フレーム、はい、そしてまた1フレームと、そしてまた1フレームというような流れを全てやっていきたいと思います。はい、ということでできましたので次はエフェクトをまたクリックしてここでですね検索でトラックマットキーと検索してください。でビデオエフェクトキーイングトラックマットキーとあるのでこちらをタイトルに入れてください。でエフェクトコントロールでこのような感じでトラックマットキーが入っているのでこのマットのなしをビデオ2にしてください。そしてアルファマットをルミナンスマットにしてください。で、最後にですねこの調整レイヤーのところをですね先ほどちょっとピンク色にしたと思うんですけどもこのカラーを白にしておいてください。はい、それではですね確認したいと思います。はい、ということでこんな感じで、テキストエフェクトの方法を終わりたいと思います。
はい、いかがだったでしょうか。今回筆書きのようなテキストエフェクトをご紹介させていただいたんですけども、はじめはですね、ちょっとこの地道に、一コマ一コマこうやってやると大変だとは思うんですけども、これが終わった後はすごい達成感があるんで、ぜひ挑戦してみてください。で、あとはですね、冒頭にもお話ししたんですけども、効果音を入れるとですね、さらに、それがですね、もうまさにこう筆でシュッ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 ってこう書いたように、表現ができるので、その効果音もぜひですね使ってみて、やってみてください。ということで、本日の動画は以上となります。本日の動画がちょっとでもいいなと思っていただければ、ぜひグッドボタンの方お願いいたします。その他にもですね、何か気になるようなこともあれば、じゃんじゃんコメントもください。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。バイバーイ。 Why should I stay? Please take me away from the light. I don't belong with my and with fall.